おはようございます。声優歌手の遠山奈央です。ということで YouTube 企画ここまでいろいろやってまいりましたけれども、今回はお散歩企画に挑戦します。イエーイ。どうでしょう。ちょっとね、初 GoPro なのでうまく使えているか自信がありませんが、私は今日井の頭公園にやってまいりました。なんかね、セミの声がいっぱいします。そしてとてもお天気も良いです。気持ちいいね。早速回ってみたいと思います。レッツゴー。なんかこうよくよく考えてみたんですよ。お散歩っていつぶりかなって思ったんですけど、私お散歩しようと思ってお散歩したことないかも。その非常に効率主義で、こう移動とかではスタジオからスタジオの移動とかではお散歩することもあるんですけど、よーしなんかお散歩するぞーと思って公園に来たこととかってあんまりないかも。なので昨日ちょっと楽しみで眠れなかったいやこんな気合入ったお散歩ないですからね。ちょっとこの後楽しみにしてて。今日雨予報だったんですけどね、ほら見てください、全然雨降らなさそう。良い天気です。さすが晴れ女。しかもご覧の通りそこまでこう日光って感じでもなくて、こう眩しくもなくて良いですね。うっかりしたらもうずっとこんな顔で皆さんみたいな眩しいってなってた可能性もありますから、よかったです。おお、なんかセミエリアに入った気がします。セミ見つけられそう。あれかな。公園にこだまする遠山奈央の声でした。やっぱり私は声が大きかった、声優さんだからね。ああ、うわー、ドキドキした。なんかあれって生き物かな、生き物じゃないかな、どうかなって思ってる時にビョって動くとうわーってなりますね。怖かった。はあ、まだバクバクしている。ふぅ、ティティリッティ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 、じゃーん！めっちゃいいです。あの形良いです。メガネ橋みたいなやつ。橋渡っちゃったらもうわかんないけどね、あの形は。渡りますよ。イエーイ！おー、なんかいい。あ、なんかいい。わー、開けてますね。広いな、井の頭公園。すごいな。そしてなんか、雲の形が夏っぽくていい。テンション上がります。さあ、ズンズンズン、ズンズンズンと歩いてきましたけれども、今どの辺かしら。現在地、ここスタート地点はあれ？この辺からスタートしたのかな、そんな気がします。え、どこだろう。あ、でもボート乗り場ありましたもんね。じゃあここかなか。あ、ちょうど半分ぐらい。すごい、まだまだ満喫させてくれるの井の頭公園。すごいなあ。うわー、溶けちゃう。あー、日差しが強い。お、でもなんかちょっと雰囲気変わりましたね。あ、あっちに行くと三鷹の森ジブリ美術館です。ジブリ美術館行きたい行きたい。でも今日は
ただで楽しむっていうコンセプトだから、井の頭公園の有料エリアにも入りません。ほら、なんか素敵なところがあー、待って、行きますよ、3、2、1、ドン、じゃーん、よきよき、何ですかあの建物は。おー、噴水もある。ではあの綺麗な建物のところに行きたいと思います。現在地、ここなので、あれは弁財天というところらしいですね。弁財天、行ってみよう。あ、なんか森林の香りじゃなくなりました。なんかお香のようなかぐわしい匂いがすごい、なんか弁財天っていう趣が出てきましたね。うわー、いいですね。小道を通ってこういう雰囲気です。あら、おみくじがこんなに結んであるってことは、後で私も引きましょう。銭洗弁財天、よいしょ、銭持ってくればよかったなぁ。銭持てそうな人がここに立ってらっしゃるな。あ、いいんですか、そんな大金を。いいんですか、濡らしちゃいますよ。スタッフさんから銭をいただきました。え、札を濡らしてしまいますよ。なんかちょっとドキドキしますね。いきますよ。これをこうして、こうじゃ！あーあーあー、浮くよー、片手しか使えないから洗えないよ、よいしょ、わっせ、わっせ、わっせ、ああ、なんか悪いことしてる気分。おお、よいしょ、わっせ、わっせ、銭洗って、なんだ？銭洗うとなんか、何がいいんだろう。銭洗って、お金持ちになれるのかな。効能がわからないまま人のお札を濡らしました。でもこれ乾かさないとね、このままありがとうございましたって返したらなかなかひどい。こうやって歩きながら乾かすかやばい人ですね、これ GoPro 持ってお札ひらひらさせながら歩く声優歌手遠山奈央です。お線香の香りか、あ、ここがおみくじエリアだったんだ。ここですね。ほら、おみくじとお線香売ってます。おみくじ引きたいな。でも、これだと、10回引けちゃうな。銭ください。よし、ゲットしました。ただで楽しむっていうコンセプトだから100円後でお返ししたいと思います。さあ、いいの出てくれー。あー、落としちゃった、落としちゃった。吉でした。この人は望み事成就、成就するとき、来たり、お、願い事叶う、運勢開かかれり、ほどなく立身出世して楽しむこともあれば、お、気を長くして何なりと我が身にふさわしき仕事に力を入れれば、人の引き立てにより立身す、喜び事十分よし、縁談遂げてよし、急ぐべし、急ぐべし、レッツゴー誰かー、私はここよー。さあ、ということでお参りも今軽くですが済まさせていただきましたので、ここの弁財天さんを後にしましょう。ありがとうございました。しゃ、ほっほっほ、急車急車、
テコテコと歩いてまいりましたが、なんか素敵エリアに着きました。ほら、なんかいいですね。このあそこの、あそこでちょっと一休みしてみようかな。こんにちは、行けばそこに屋根のついた場所がある。よー、着いた。では一休みということで、私はこの時を待っていました。ふふ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 、なんだろうこれ、なんだろう。そうです、私はこの散歩に向けて気合十分、気合満タン、弁当を作ってきました。パパーン。さあ、もうね、朝早起きして作ったんだよ。とても慌ただしい朝でした。よいしょ、ちょっと一回置こう。しばらく空のみでお楽しみください。よし、お待たせしました。では、お弁当開封の儀を取り行う。祝に。じゃ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 ーん。開けますよ。せーの、じゃん。わーねー、普通にいいお弁当でしょ。ははははは。そして、この下もあるんですよ。いきます、せーの、バン。ペンギン。あ、ちょっと頭が剥がれてるけど、ペンギンの顔作ってきました。かわいい。では食べてまいりたいと思います。朝バタバタしすぎてこの辺は味見ができていないので心配です。ウインナーからいきましょう。安全。よいしょ。膝からお弁当が滑り落ちそうで怖いよ。いただきます。うん、間違いなくおいしい。じゃあピーマンベーコンいってみよう。あー、滑り落ちそう、滑り落ちそう。うわー、よいしょ、いただきます。あー、わー安定安定して美味しい。おいしい。シャキシャキやん。どうしてこんなに野菜って炒めるだけで美味しいんだろう。結構胡椒を多めにかけたんですけど、なんかちょうど良い。美味しい。なんか自然の中で食べるお弁当いいな。ということで、今ずんずん歩いていますが、なんかね、あっちは動物園になってるんですって。よいしょ、あっちの方動物園まであるんですね。すごい。でも今日は無料で楽しむがコンセプトなので行きません。さあ、おや？ちょっと見覚えのある景色が、あ、なんか一周してきたっぽいです。ここさっきのなんかボートエリアですよね。ここね、天気的にもギリギリだったかもしれませんね。あっちなんかちょっと雲行きがまずそうです。さすが、自分がロケをしている時だけ晴れさす。ちょっと自分勝手な晴れ女。さあ、橋を渡り切りました。よいしょ、渡った。そして、はい、着きましたね。ここがスタート地点でございます。さあ、なんかあっという間なようでしたけれども、意外とね、
カメラはめちゃめちゃ回っております。1時間以上くらいかな、1時間半ぐらい、うん、回っておりました。私が回ったのは井の頭公園の半周分くらいなんですけれども、はっ、ねえ、雨降ってきた。わーわー、ね、結構降ってきましたよ。やばいやばいやばい。わー、時間ぴったり、すごいですね。わー、ということで、はい、半周回ってきましたけれども、これにて私のお散歩は終わりとなります。もう半周はまた天気の良い時に行ってみたいと思います。一緒にちょっとね、外気浴した気持ちになれていたらいいなと思います。またお会いしましょう。